ユルゲン・ハーバーマス、ユルゲン・ハーバーマス、ジャーガン・ハーバーマス、IPA、JGN、ヘクタール・ブマエス、1929年6月18日体は、ドイツの哲学者、社会哲学者、政治哲学者である。ハーバーマス、ハーバーマスとも、フランクフルト学派、第二世代に一、公共正論やコミュニケーション論の第一人者である。 ドイツの哲学者、ハンス・ゲオルグ・ガダマーとの論争。フランスの哲学者、ジャック・デリダ、ジャン・フランソ・ワリオタールとの論争。ドイツの社会学者、ニクラス・ルーマンとの論争。また1986年6月に、フランクフルター・アルゲマイネツ・アイトゥング氏に発表された、エルンツとの手による論文。過ぎ去ろうとしない過去に対して、批判を加えたことによる、歴史家論争。アメリカ合衆国の哲学者。 ジョン・ロールズとの論争でも有名である。当在ドイツの再統一に際しては、目先の経済的利益や民族主義に基づく請求な統合ではなく、すべての人間に当てはまる規範を掲げる憲法を尊重せようとする憲法、パトリオーティズムを提唱た。1929年6月18日、ドイツのデュッセルドルフに生まれた。父はエルンスと、母はグレーテ。 父がグマースバッハの商工会議所会頭でナチス党員であったこともあり、少年期を同地のドイツ少年団ヒトラー・ユーゲントの一員として過ごし、敗戦を迎えた。1945年ドイツ敗戦後にギムナジウムでの学習に戻った。アメリカ占領下での民主主義教育は彼の思想形成に大きな影響を与えた。ゲッティンゲン、チューリヒ、ボンの大学に通い、 新刊と派、現象学、哲学的人間学、歴史学、経済学、心理学、ドイツ文学を専攻。1952年より、書評、批評を、フランクフルター・アルゲマイネ氏などに寄稿し始め、1953年、同志に、ハイデガーと共に、ハイデガーに反対して考えるという論文を寄稿して、彼を批判。1954年に、 フリードリッヒ・シェリングに関する論文により、ボン大学で博士号の授与を受けた後、1956年、フランクフルトアムマインに拠点を戻していた、社会研究所に入りテオドール・アドルノの助手を務めた。しかし翌年に発表した文章が、社会研究所の中心人物であったマックス・ホクハイマーにとって、暴力革命を肯定する、急進的すぎる内容だと捉えられ、 ホルクハイマーは研究所からハーバーマスの排除を図った。この頃、ハーバーマスは代表的著書である公共性の構造転換の着想を得ており、フランクフルト大学の教授職を求めたが、ホルクハイマーの反対を受けたことから断念し、1959年に社会研究所を辞職した。公共性の構造転換を完成させたハーバーマスは、教授資格を取得し、 1961年から1964年まではハイデルベルク大学において1964年から1971年まではフランクフルト大学において社会学及び哲学の教授。1964年にホルクハイマーがフランクフルト大学を退くと公認としてフランクフルト大学教授の職に就いた。 続いて九百七十一年から九百八十三年まで、ミュンヘン郊外のシュタルンベルクにあるマックス・プランク、研究所所長を務めた後、九百八十三年より、再び、フランクフルト大学教授に就任し、九百九十四年に退職。ハーバーマスは、フランクフルト学派、第二世代に位置するが、第一世代の批判理論を承継しつつも、 これを批判し、彼らによって生に従属する道具的理性として貶められた理性の復権を目指す。ハーバーマスは、公共性、権の構造転換、1962年において、公共権は、言論や出版の自由を得て自由に討論することにより、政治的に参加することができた18世紀の市民社会においては、先制政治を行う国家の権力による、 封建化に対抗して、家族や職場等の私生活の領域を解放する仲裁役として理想的に機能したが、19世紀後半に現れた大手企業やメディアが国家を支配する高度本化による大量消費社会においては公共権が再封建化されるという構造転換があったと主張する。ハーバーマスはコミュニケーション的行為の理論、1981年では、 20世紀において再方権化が進み衰退した公共権の理想的な姿を取り戻すためには人と人が相互の了解を追求、達成するコミュニケーション行為によって人を理解し、普遍的な社会批判の根拠をなし、より民主的な社会伝達や交流を可能にすると主張した。マックス・ベーバーによれば近代の合理化の進展につれ、それ自体が自己目的化し、 本来人間のための合理化が逆に人間を鉄の檻のように包囲し、否定するという逆説的な状況が生まれた。彼の近代合理主義論を承継した、マルクスやホルクハイマー、アドルノラ・フランクフルト学派第一世代は、社会の合理化を目的合理性のみと捉えたところに、過ちがあり、このようなシステム合理化のみならず、それと、並行して起こった、生活世界の合理化に着目すれば、 近代的な理性を復権させることができるとする。ハーバーマスは、現代社会では、科学技術が個人の思想とは関係なく、客観的に体系化されており、目的合理性において、科学技術の体系は絶対的な根拠を持っているとした。故に、あらゆる政治行為の価値はまず目的合理性において、 科学的あるいは技術的に正当なものであるかどうかの判断抜きには成立せず、イデオロギーが何らかの制度を社会に確立するときに目的理性に合致しているかどうかということは大きな影響を持つとされた。時にはこのような目的合理性がそれ自体で支配的な観念となり人間疎外をもたらすと指摘した。すなわちこのような目的合理性が支配的な社会では 文化的な人間性は否定され、人間行動は目的合理性に適合的なように物証化されていくと警告したのである。ハーバーマスは社会科学の論理、1967年においてガダマーの主張、真理と方法における理解され得る存在は言語であるとの定時を労働と支配という社会の実在連関を捉えきれいない言語の観念論であり、 言語は制度化された暴力を正当化する道具にもなり得ると批判すると、同年、ガダマーは、修辞学、解釈学、イデオロギー批判において、社会的現実的強制も、また言語的に分節化されなければならないと反論し、論争に至った。その後、ハーバーマスは、解釈学の普遍性、要求、1970年において、真相解釈学、 普遍的語用論という視点をもとに、ガダマーの主張する伝統による言語によって見出される、真理とは体系的に歪められたコミュニケーションかもしれず、保守的なイデオロギーとして機能すると再度批判し、ガダマーも再反論した。1968年に開催されたドイツ社会学学会で、ニクラス・ルーマンが全体社会の分析の形式としての現代、 システム論との報告を発表すると、ハーバーマスは、これを批判する論文を発表した。近代の哲学的ディスクルス、1985年において、ジャック・デリーダとジョン・サールの論争に触れ、サールの言語行為論を支持した上で、デリーダとデリーダ派を批判した。彼によれば、ポストモダンの思想は、ヘーゲルー派の潮流を組む、新保守主義とニーチェの潮流とする、 美的アナキズムに大きく分かれ、後者はさらに、バタイユ、ラガン、フーコーラの会議的科学の潮流と、ハイデッカー、デリダの刑事上学批判の潮流に分かれるが、美的アナキズムは、近代の理性が、自らの足元を攻撃し、掘り崩すという自己関係的な批判を楽しんでいるだけでなのである。理性を批判する、反理性の言説も理性によりなされるのである。 1986年、歴史家、エルンスト・ノルテが、フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング氏に過ぎ去ろうとしない過去を発表。その内容は、比較史の観点からアウシュビッツと他の大量虐殺との類似点を指摘し、アウシュビッツという過去も人類の歴史の中では決して得意なことではないというものであった。これに対し、ハーバーマスは、サイトが見に、 一種の損害生産との論文を寄稿し、これをきっかけに2年に及ぶ歴史家論争が開幕した。ジョン・ロールズが政治的リベラリズム1993年を出版すると、ハーバーマスはジャーナル・オブ・フィロソフィーが身に理性の公共的使用による融和と題する論文を寄稿し、ロールズが現象状態という実体的概念を用いて、 近代的理性の普遍性を導き出すという方法論には難点があると批判し、むしろ理性の公共的使用という手続き的な概念による代案を提示した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。